いろんな意味があるんだマン。今年度開局20周年を迎えたチタメディアスネットワーク。このメディアスという名前はメディアという言葉に3つの違う言葉が合体した言葉なんだマン。1つ目の言葉は地域の皆様のためにという思いを込めた私たちのという意味を持つ明日。2つ目は複数のという意味を持つす。ここで問題。3つ目の言葉とは世界とつながるという意味を込めたアース、つまり地球である。丸かバツか。皆さんご一緒に3、2、1、やったー。メディアース、メディアース。さあどっちでしょうか。もうね、今祈ってる子もいますそんなに重いものじゃないよ、もっと楽に言って楽に。では参りましょう、最終問題。答えはこちらです。正解は×。明日を映すメディアという意味を込めて明日をつけたんだって。みんな明日からもよろしくだマン。ということで正解は×です。